ねえねえ、例のものどう？面白い？例のもの？わあ、結構進んだね。ある日突然に母を失い、父のどん底で美女に出会う。彼女は言う。永遠の命を欲しくはないか。そして少年はその夢が実現できるアンドロメダ星雲と思い、彼女と一緒に遠い宇宙に旅立っていくんだ。永遠の命を手に入れたい。少年の心を強く捉える願い。だが本当に少年が見せられていたのは、彼女の持つ母の面影なのかもしれない。そんな少年の繊細で微妙な心模様を中心に、人間の社会や心理、矛盾や葛藤をテーマに描いた奥深い物語。それが銀河黄金シリーズの第3巻、異動の旅編、銀河列異動模様だ。すっごいな、赤手紙通り。
ロマンス。え、マグロ。うわ、いいや、ひびきちゃん、あのね、俺は死んだから。うん、すっごい面白そうだね。ワクワクしてきたよ。あ、私もう行かなきゃ。ゆえもそろそろ行かなきゃ。今日デートなんだ。ああ、そう、じゃあよろしく言っといて。フレッシュで。ゆとりってやつだよ。学校の勉強以外のこともたくさんやりたいもんね。デザートの研究とか。うん、私は今ちはやで見れる自然をいろいろ調べてるの。学校の外でも勉強するの？これはごめんだな。できるからさ。要するにやっぱり自分が好きな楽しい生き方を選択したってことかな。男の人生っす。俺も中卒。英会話を独学中なんだ。海外で役立つから。海外旅行か。どんなところに行ったの？インド。インドはいいぞ。ナマステ。インドなんてすごいね。いろんなところに行ってるんだ。また近いうちに旅に出るさ。次はどこに行こうかな。はあ、男らしい。男のロマンス。いいね。夢があるよね。さてはやっかみだな。ゾウゴはさ、目標も夢もない惰性で通ってるような大学生だから、いつも授業サボってるし。何を？ほらな。だったらとりあえずちっとは学校に行きゃいいじゃんか。なんか興味が湧くようなこと見つけられるかもしれないぞ。そうだね。せっかく大学に行ったんだったらもったいないよ。うん、大学の勉強って専門的なんでしょ。私そう
履歴書に大学卒業って書けることを目標にしたら、ま、俺にとっては全く魅力のないことだけど、何にも目的がないよりはいいぞ。時間、それから死、時間と死だけが全ての人間に平等で、この世で唯一絶対的なものなんだ。俺はそう思うよ。違うさ、焦るなよ。お前は結論を急ぎすぎる。もしお前がこの先何年か経って何かを後悔したとしても、今のお前が自分なりに真剣にやってるんだとしたら必要なものなんだよ。そのことを知っていれば未来のお前にとっても必要なものになるよ。まあいいよ、お前はお前の人生をお前のままにしろよ。今お前は真っ裸だ。いや、仮
りんだ。お前は真っ裸でもうめちゃくちゃに恥ずかしくて、とりあえず何でもいいから来たい。そこにあるのが安物のダッセー粗悪品だろうが、たとえピエロの衣装だろうが、とりあえず着てしまう。だけど店長は違う。自分の納得いくものをとことん探し、もしこの世にそんなものがないなら自分で作って好きなものを着る。それまで裸でもいい。じゃあ今お前は腹ペコだ。めちゃくちゃ腹が空いて、とりあえず何でもいいから食いたい。目の前にはカキコオロギしかない。お前はカキコオロギを食うか。正確に説明するのは長すぎる。これはこの後バイトが控えてるから、簡潔にさっと言うかな。ちょっとしたトンチがアグレッシブに常軌を逸脱することによってもたらされた人間の視覚味覚器には極めて不適合な創作料理。まあそんなところだ。カキコオロギを、なあちょ、お前は少々、いやだいぶ安易というか軽率というか、いつも一番手っ取り早く手に入れられる答えばかり使うんでしょう。いいか、もっと時には心のままに感情的に、時には頭を駆使して知性的に、主体と客観を自覚しつつ、しっかりと着実に、この安いのをゆすげ。じゃあカキコオロギを食うか。行くよ。ああ、俺俺例のものが必要だ。明日まで告白できるわ。オーケー、よし、じゃあな。明日のお楽しみだ。必ず約束守れよな。男に二言はないはずっす。じゃあな、明日な。翔吾はさ、目標も夢もない惰性で通ってるような大学生だから、いっつも授業サボってるし。翔吾、本当はバスケやめたの後悔してるでしょ。